クリフ・コンプトンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ナスオ軍出身のプロレスラーである。かつて WWE のスマックダウンに所属していた。2005年9月26日、RAW のダークマッチで、ダニー・バシャムと対戦。その後に WWE と契約。オベで活動することとなる。2006年に入ると、リングネームをドミノとし、デュースとタッグチームを結成。 ジェリーをマネージャーとし、1950年代キャラクターのギミックを開始する。当時は、ザ・スローバックス、ザ・アンタッチャブルズと名乗るなど、チーム名は定まっていなかった。2007年1月19日のスマックダウンで、デュースドミノとしてデビュー。WWE タッグ王座を獲得するなど、スマックダウンの第一戦で活躍した。2008年8月に、 WWE に解雇される。WWE 解雇後、インディ団体を中心に転戦し、2010年には、古巣であるオベに復帰。2011年には所属として契約し、オベ、ヘビー王座を獲得している。2013年3月、ローに参戦。スカムの一員として活動している。なお、チェリーと兄弟というのはアングルである。 アツわび w x w d s w オ b w w e ありがとうございます。